ZIP-FM パッキャストプログラム LINE b a t ZIP-FM パッキャストプログラムライムクライミング陰のいただきえー、それではライムクライミングのコーナー行きましょう五七五または五七五七七で陰を踏んでもらっています、えー、今週のお題はひとりもを使ったライムです陰、えーうん、はイオーイオーオーですね、うん、えー、まずは前さすらいさん今週のライムはこちら紐にもよ語るもあいつひとりも 紐になる人もいないくせに紐のあれを語ってるんでしょね語るもあいつ一人もまあ切ないね一番一回あったんでしょうね若い紐だったらまだしも老い紐はきついよなでも才能あるけどねまあね。老い紐はね芸人さんとかはね才能ですよねそういう人は続いてくそごりヒゲラさん今週のラインはこちら愛しの子よりお仕事の独り者 うんね。愛しの子よりお仕事の一人者子供を作るより仕事一筋でやってきてると思うね続いて諸さん今週のライブはこちら「ピロリロ」と「祝うはボット一人り者」「アレクサ誕生日祝って」ってことですね何ピロリロってんか音で祝ってくるんじゃないボットが「ボットって言うなよ「一人物っていい言葉だな普通なのに確かにね みんな独り者で、生まれてくるのにね。ね<え>一人ではないしね。うん、えつ、ー、いて、清家さん、今週のラインはこちら。独り者、きよしこの夜、二度しころ。なるほど。いいやん。いいっすね。悲しいな。いや <laughs> いや。悲しくはない <laughs> 食感のしこしこもね。うん。まあ、いい意味で使いますしね。うん、いいのも、いい言葉ですよね、確かに。うん、えつ、ー、いて、三十七歳、龍一さん、今週のラインはこちら。独り者。 きっとどこかひどいのよご近所さんの無意味な会議。なるほどね。ああ一人ものきっとどこかがひどいのよご近所さんの無意味な会議。うんなるほど。うんもうちょい踏んでほしいか確かにね。うんまあわからんくはないけどね。うんうんうん。えつ、ー、いて千代さん今週のライマこちら。いよいよの時の一言準備する一りものでも生きてけ強く。もうん、どういう意味やる。ういう意味あ死ぬ時ってこと。いよいよの時の一言。<laughs> 最後までその実家を追い出すタイミングってことかなああその準備するのが誰なのかが分かんないですねちょっと親ちゃう親かなうん30までよ、うん、実家行っていいのはいな,なるほどうんかな生きてけ強くってことはメッセージですよ、ね、うんねだからもう家出ろよってことでしょ、うん、切ないねまあしかもその <laughs> いつドロップアウト判定を 下すかもね、難しいもんね。別に四十でも、全然四十から結婚する人もいるかもしれないし、ね。四十実家だったらきつない。まあ、実家が相当太きりやび。まあねえ。それか、まあ、四十で、むちゃくちゃ仕事をそれまでに頑張って、貯蓄が二億ぐらいあるとかね。うん、例えですけど。えー、続いて六十一歳和明さん。<laughs> <生>本週のライブはこちら。出会いまだ、み寄り友だけ一人もの、広い外一個、みのり多いよ。うん、友はみ寄りではないしね、もう。うん、出会い、まだ。<laughs> 身寄り友だけ一人者広い外行こうみのり多いよまあね友、うん、もいないからね本当はね外に出かないかね、うん、<laughs> そうっすよね、うん、外さえ出てないなまあまあお互い顔と本名を知らない、うん、ウェブの友達みたいなそんな見寄ってくれんぞまあね <laughs> 死んだことにも気づかんぞつ <laughs> <laughs> いてミートカーソルは広めさん今週の題はこちら独り者女はいらぬと気取りモードあ<ー>あー 続いてミートカーソルは広めさん今週のラインはこちら独り者モテるためにはキスをしとく何の絵 <laughs> なんかだいぶ漠然としてんないやだから、うん、まあ最低限出しとったりとかぐらいはできるってことでしょ、うん、<laughs> 料理 <laughs> まあもうもうそうだしえ続いてゲンさん今週のラインはこちら「独りものみそじごろまで余裕でもいよいよよそじ気持ちもどんより」<ー> いよいよよ、うん、気持ちもどうか全部踏んでるのか、うんだ、うん、すごいじゃんあんのかなやっぱり何がよ,よそその40で結婚してないとでも俺ら周りちょこちょこ、うん、その兆候出てきてるやつおらんちょこちょこその兆候いや焦ってないけどこ、うん、のまま行ったらよそ島まで一人ちゃうんみたいなクラブには結構多くない あやっぱそのちょっとプレッシャーはあんのかなうん俺地元の連れはもうみんな結婚してるわあやっぱそうなんですね一人もいないうんあいやそんなことないいやでも中学の連れで仲いいやつらは全員結婚してる高校になるとバツイチとかいるけどなゴリゴリの未婚とかいるけどクラブには全然いるもんなまあいますよねうんよそじでで一人 クラブ行って酒飲んでみたいな週末を送るって考えるとちょっと怖いかもねうん,うんまあ逆にもうさ、うん、クラブに遊びに行けないじゃんそんなに仕事行くと子どといるとねそう、うん、遊びに家はもう本当に行かなくなったもん,ん、ね、子供できて、うん、俺も行けるけど行かないもんな別に、うん、そうだよねそうなんだよな変わってくるよ、ねえーえー、続いて竜太郎今週のライブはこちらハ小生はしこしこ。<laughs> 小生なんで選んだよその、その一人称は。<laughs> <laughs> 我が輩でもいいだろう。小生はあ、なんかこう、ちょっとこう、へりくだってるのかなちょっとね。うんうん、気取ってる。我が輩だと偉そうですもんね。あ、まあ確かに。<laughs> えつ、ー、続いて酒井さん。今週の悩みはこちら。<laughs> あほや、一人者。誰が呼んだかしこしこ今日。<laughs> でもこいつはちょっと位が高いねいそうですね。<laughs> サカイさんもう一本今週のラインはこちら、はい、ピロピロの襟のスウェットギトギト,ギトのラーメン食いに行く一人ものあははビロビロの襟のスウェットビロビロかビロビロの襟のスウェットでギトギト,ギトのラーメン食いに行く一人もの美味いね切ない、ね、ダルダルのやつねあまあなあ <laughs> なるほどねギトギトのラーメン絵が絵が浮かびますね、うん 誰が良かったかないけさんにしましょうか。うん。全員踏み出してね。え、次のお題。11月25日。え、先生ありがとうの日。何それ誰やいい笑顔の日。いいチームの日。いいフォローの日。何やねん、いいフォローの日。ナイスフォロー。ちょ迷うから。ペンの日。何やねん。何でやねん。いいペンちゃうんかい。ここでのペンの日おもろいっすね。ねフランスパンの日。何でやねん。 いいフランスパンちゃうんかいいいハ杯の日。あ<ー>悪いニーハ杯あんのかよあ。まあ、あるんじゃないですか。なんじゃそりゃ。<ー>いいニーハ杯。恥ずかしいとかにするうん。なんであ、ニーハ杯恥ずかしいじゃん。いい笑顔。みやぞん。<笑>いい笑顔でみやぞん出てくるとなんかいいですね。<laughs> 意外とアラポンのが良かったりするけど。<laughs> まあ恥ずかしいにしましょうか。うん、いい二倍で。恥ずかしいで五七五また五七五七七でお願いします。下ネタはほどほどにします、ね。はい。Podcast program rhyme climbing in のいただき。